アンドロマック1668年版のタイトルページアンドロマックはフランスの劇作家ジャンラシーヌ作の悲劇。執筆は1667年。初演はその同じ年の11月17日をテルドブルーゴーニュザで王妃マリーテ・テレーズド・ドートリッシュのために上演された。アンドロマックを主人公にした劇はエウリーピデースとエルギリウスが書いていて、 ラシーヌの劇はそれらを元にしている。トロイア戦争で夫、エクトールをアシールに殺されたアンドロマックは戦利品としてアシールの息子ピルスの奴隷となる。ピルスはスパルタ王メネラスの娘エルミオーヌと結婚すると思われていた。ラシーヌの劇の構造は一方通行の愛の連鎖である。オレストはエルミオーヌを愛し、エルミオーヌはピルスを ピルスはアンドロマックを、アンドロマックは、ゴーフ・エクトールと息子、アスティアナクスを愛している。ピルスの宮廷に、オレストが到着したその時から、登場人物たちは、劇場的に破滅へと向かい出す。前作に引き続き、この劇の重要なテーマは、勇ましさである。以降、ラシーヌの劇はますます悲劇的要素を濃くし、そして、フェードルで、ついにその頂点を極めることになる。 他のラシーヌの劇と違って、アンドロマックの人気が廃れることはなかった。この悲劇は、コメディフランセ映ズのレパートリーの中でも、最も由緒ある劇である。さらに、フランスの学校では、劇の古典として、最も多く読まれ、研究されている。上映時間4時間に及ぶジャック・リベット監督の、狂気の愛は、舞台、アンドロマックのリハーサルを中心にして、物語が進行する。 ありがとうございます。